よろしくお願いします。
ますよ。ませんか？
直すか。ここがゼッカ魔界ですか。ぴょん、綺麗なところですね。踏み荒らされた痕跡もありませんし、魔力の槍があるという情報は間違いだったんでしょうか。どうだろうな。こんなど田舎だから抵抗するやつも略奪するものもなかっただけかもしれねえぜ。懐かしそうですわね、キリア様。ゴルディオンの元から逃げ出して以来だ。再びこの地に足を踏み入れることになるとはな。キリア様、無駄話はなしだ。グズグズするな。おいで行くぞ。キリアさん、焦っているみたいですぴょん。昔なじみの魔界が滅びるかもしれねえんだ。超絶 0.1 秒だってじっとしてられねえと思うぜ。それだけではないはずですわ。破壊衝動とやらがキリア様のお体を今もなお蝕んでいるに違いありません。何でもないような顔をなさっていますけど、瞳の中に苦悶の色がうかがえます。よく見てるな、セラフィーヌの姉子。さすがに兄貴にベタボレしてるだけはあるぜ。私がベタボレですって？何をバカなことをおっしゃっているの。キリア様は私のしもべですのよ。しもべの体調を管理するのも主の務めというものでしょう。いやいや、逆だろ。普通はしもべの方が主の面倒を見るもんだろ。お黙り。ちょ、やめ、ごめんなさい。遊んでねえで、キリアを追いかけようぜ。早くしねえと見失っちまうぞ。はいですよ。今はキリアさんの試練の時です。私たちが支えてあげないとですよ。速攻で蹴りをつけるぞ。はっ。守ってみせる。強くならなければ。砕ける。さて、どうする。力がみなぎる。砕けろ。さて、どうする。あっ。天地にこだわる熱き思いを力に変えて、
湧き立つ血潮に拳があるな。ご加護を。強くならなければ。まあ、行きましょう。無茶はしないように。強くならなければ。また強くなりました。争わずに済む道はないのですか。新しいおもちゃ。うまい。シクシクと。シクシクと。チッ。いいのか。チッ。ここからが勝負だ。速攻で蹴りをつけ、打ち砕く。ごめんなさい。フラフラになっちゃえ。いいのかしら。ちいいのか。戦ってあげるに。砕ける。うにゃ。強くならなければ。いや。さてどうする。あっ。うにゃ。ごめんなさい。ちフラフラに。いいのかしら。よっ。シクシク。ちうにゃ。覚悟はいいにゃ。いや。さてどうする。占ったら。ごめんな。いいのかしら。
や、パパ、ここからが勝負だ。ひれ伏しなさい。おバカさん。せや。戻ったら飯を作ろう。助けてくれ、頼む、命だけは。ならばさっさと教えることだ。魔力の槍はどこにある？それは時間がない。いえ、焦るお気持ちはわかりますけど、いつも冷静なキリアさんらしくありませんですぴょん。冷静か、それが本当の俺なのかどうか怪しいものだ。破壊衝動のことをおっしゃっていますの？それは昔のキリア様であって、今のキリア様では。すまないが腹が減った、飯を食ってくる。キリアのやつだ、思った以上に無理してるみてえだな。ええ、僕たちには想像もつかないほどの負荷がかかっているようです。アサリアたちに何かできることはないんでしょうか？今日心の中の問題ですからね。最終的にはキリアさん本人に乗り越えてもらうほかありません。今の私たちにできることは、ただ静かに寄り添い、支えて差し上げること、それしかありませんわ。へっ、お前がそんなセリフを言うようになるとは、変われば変わるもんだな、セラ。恋は女を変えるってな。セラフィーヌの姉子も、女らしいところがあるんだな。参りましょう。よう、おっさん、生きているか？いや、死んでる。お怪我を治しましょう。ようこそ